東京練馬区でおととい、2歳の女の子が車の窓に首を挟まれて亡くなる事故がありました。小さな子供を車に乗せるときどう気をつければいいのか、注意点を取材しました。痛ましい事故が発生したのは車の中でした。子供が車の窓に首を挟まれ抜けない。東京練馬区でおととい、2歳の女の子が車の窓に首を挟まれ死亡した事故。警察によると事故当時、母親は運転席に、女の子はチャイルドシートに座っていましたが、ベルトはしていなかったといいます。母親は女の子が座っている席以外の窓を閉めたと話していますが、実際には全ての窓が閉まっていたということです。後を絶たない自動車のパワーウィンドウによる事故。2016年には上越市で当時2歳の男の子が車の窓に首を挟まれ重体となる事故が発生しています。小さな子を持つ親は、上に4歳の子がいるんですけど、4歳の子は自分でやりたがります。座ったままでもできちゃう。で、顔は出さないですけど、開け閉めはできる。危ないからやらないでって言ってるんですけど。車のパワーウィンドウが閉まる際、どのくらいの力がかかるのでしょうか。車種によっては挟み込み防止機能がついている車もあるといいますが、このように強い力がかかり大変危険なことがわかります。これは JAF が行った実験。ごぼうでも大根さえも切断してしまうほどの強い力がかかっています。では小さな子供を乗せたとき、どういったことに気をつければいいのか。 JAF の職員が指摘するのはチャイルドシートの位置です。運転席から見て対角線上、左後ろにチャイルドシート設置していただくと、お子様の顔が見れて、より確実に安全確認できますので。今回の事故、運転席の後ろにチャイルドシートが設置されていました。助手席の後ろに設置していれば確認しやすいといいます。さらに、小さいお子さん、どうしてもいたずらで、触ってみたい気持ちすごくわかりますけども、それを、防止するためにこのように窓ガラスの、ロックスイッチというのがあります。助手席ですとか後ろの席は開くことはできません。運転席にあるロックスイッチ、運転席以外では窓を開け閉めできないようにするロックも有効だといいます。後ろに乗っているお子さん、手をかざしているかもしれない、もしくは顔を出しているかもしれない、その時、上げてしまうと、もしかしたら事故になってしまう可能性がありますので、十分注意していただきたいと思います。事故を防ぐためにJAF はロックスイッチの活用やチャイルドシートの位置の確認、またベルトを正しく取り付けることを呼びかけています。